じゃあ後でトレーニングやりますから。メイ行くわよ。メイ。すいません。ちょっとこの子を見ててもらえます？すぐ戻ります。かしこまりました。お願いします。誕生日なの？うん、2月29日珍しいんだよ。4年に1回しか来ないんだから。知ってるよ、僕も誕生日なんだ。本当？うん。すごい奇跡だね、私たち。じゃあ今日はどっちも誕生会だね。僕は分かんない。楽しみにしてて。あ、雪だ。メイ、おはよう。おはよう。はい、どうぞ。ありがとう。今度は何のおまじない？桜の花びらが地面につく前に3枚取れたら願い事が叶うんだって。ほう。で、何お願いしたの？秘密。言ったら効き目なくなるから。へえ、そうなんだ。これ難しいな。
どうよ、ゆうや。うん。うん？まあ、いいんじゃん。あの、ピカピカの女子高生って感じでさ。うん、それだけ？いえ、かなり似合ってます。よし。え？さっき何話してたの？桜の花びらって。桜のおまじないか。何お願いしたの？願い事は言ったら効き目なくなるんだよな。うん、ふーん、私は願い事なんて叶ったことないからな。叶うかどうかじゃなくてさ、メイみたいに純粋に信じるからいいんだろ。そういう純粋さが危険なの。ゆうや、メイに変な男が近づかないようにちゃんと見張っといてよ。私は今日から花の女子高生で君たちと一緒に中学校には行けないんだからね。じゃあ頼んだよ、よろしくね。行っちゃった。行こう。うん。おい、時間だぞ。あ、はい。あれ、何か引っかかってんのかな。足、今度直していてくれよ。うん。まあ確かにお前の母さんがしたことは人として許されないことだとは思う。だがな、お前一人だけで背負い込むことではないと思うんだ。親子というのはだな。分かってる、分かってます。ありがとうございます。おい、これ持っていけ。お守りみたいなもんだろ。じゃな。ごめん、邪魔しちゃった。もうせっかくのゆうや先輩とのツーショットだったのにね。ただの幼馴染だって100万回言わなかったっけ。スーパーラブラブじゃん。いや、ね、なんか進展あった？どうなの、超気になるんですけど。ね、あ、どちら様でしたっけ。ミヤです。あ、私ゆうやでしょ。知ってるって。メインの友達は私の友達、私の友達は私の友達って言ってんじゃん。ねえ、どうなの、どうなの。人は生まれてから死ぬまでの間におよそ3万人の人と出会うと言われています。いない、確かにいない。いない。ああ、発見、発見。なんだよ、今年もなつって。その中で学校や職場で知り合う人が3000人、親しく言葉を交わす人が300人。そんな巡り合いの中に生まれる前から神様が決めていた特別な出会いがあるそうです。あ、この学校で好かれたの。でもそのたった一つの運命の絆は誰の目にも見えません。こういう言葉知ってますか。まだ見ぬ運命の人とは小指の先が赤い糸でつながっているはずだから。以上、新学期早々遅刻か。すいません。はい、そこ速やかに着席。はい、どうやらまだ春休み気分の者がいるぞ。はい、どうも。だから私はあなたに出会うために恋をする。この放送はドコモとご覧のスポンサーの提供でお送りします。
戻れないと知っててもつながっていたくて気持ちつながれポッキーグッディーコキリーツ面白いポーズでレイッさようならとカツ熊林のとこ行こうぜ熊林だってねえ休み行こう今日うち帰らないとなんだあいいじゃんちょっとぐらいごめんまた今度ねバイバイバックンちょっと待ったあ俺今日もやめとくわユーリも行くって言ってるしいいじゃんラッツとミツも参加決定だしいや僕バンドの練習なんですけど俺部活なんですけど聞いてない聞いてない悪いまたなおじゃあっちあっちあっちお前さ春休み何してたの携帯出てくれないしさ俺なんかしたあつし君に嫌われちゃったかなそんなんじゃないよまあ大人の事情ってやつほうじゃあおじゃあな一緒まだ全然片付いてないのメイの荷物入れなきゃなんないんだから早くしてよいやこれ一人じゃ無理だって全く頼りになんないんだからな一人じゃ無理だってうんしょうがないな行くよメイ仲いいんだから部屋を開ける必要ないのに高校生になっていろいろあるのへえ。メイ危ねえやったなお、あ、お姉ちゃんだうわ太りすぎじゃね何よあ、ほんとだパツパツあ、メイのも見ようぜえ、いいよいいからいいからないなお、かわいいな私だ。ほんとかわいい。兄弟でも違うもんだな。私のはいいか。ねえ、この隣の子って誰？俺じゃない？こんな小さい頃から一緒だったんだな、俺たち。これはもう運命としか言いようがないな。どう？進んでる？お茶入ってから。はい、いらっしゃい。あ、ねえお母さん。この写真の男の子って言うよ。ん？さあ。どうかしらね、わかんないわねお茶冷めちゃうから、早くいらっしゃいはいはいちゃんと片付けるよえやったじゃん自分の部屋できたんだうんまだ全然片付いてないんだけどねメイの一人部屋か今度遊び行こう、うん、じゃあさ中間テストの勉強しにやろうよはいいよ私勉強はいいやてかさそれより先輩とはどうよ